ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。ご覧ください、壁に飾られた数々のサイン。有名人も訪れます地鶏炭火焼き水仙にお邪魔しています。アミーロードから路地を入ったところにある炭火焼きの名店。広々とした2階建ての店内にはカウンターとテーブル席があり、カジュアルに宮崎の味が楽しめます。今回ご紹介くださるのは横山さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。水仙といえばやはり炭火焼きですよね。はい、今日ご案内するのが赤鶏の桃炭火焼きです。はい、こちらは都城産の親鶏を使ってまして、備長炭に鶏の油を落としてそこで一気にいぶし上げるような感じで焼いていきます。おー、いい香り。うん、噛めば噛むほどジュワッと旨味が出てきて、これは美味しいですね。ありがとうございます。うん、柔らかい食感の宮崎地特子の桃の炭火焼き、あとハラミ、軟骨、こういったものもあります。じゃ、いろんな部位をちょっと食べ比べても楽しいかもしれないですね。はいはい、水仙のこびきブルーに合う一品は何でしょう。はい、こちら宮崎地特子のお刺身御殿盛りです。ささみ、砂肝の縁側、心臓とレバーの炙りになります。その中でもおすすめはどれでしょう。はい、食感が楽しめる砂肝をどうぞ。それでは。おー、このコリコリとした食感、新鮮さがもう口の中に広がってよくわかります。では続いては縁側、砂肝の横についている部分になります。これはまたコリコリとした食感が際立ちますね。あっさりしたお味なんですけど、コクがあるようなそんな味わいですね。はい、ありがとうございます。それではここでこびきブルーをロックでいただきます。うん、これはもちろん合いますね。お刺身の、新鮮な素材の旨味と、こびきブルーのすっきりした味わいが合うと思います。この宮崎ならではの組み合わせ、感動です。水仙のこだわりの詰まった鶏料理の数々、ぜひ皆さんも味わってみてください。それでは横山さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。乾杯。地鶏炭火焼き水仙で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRT 番組ホームページをご覧ください。お店の場所は宮崎駅からアミーロードへ交差点を入ったところにあるおしゃれな外観が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。